つ動画詳細欄に欲しいもののリスト載せてて誰も買うてくれへんな。しゃあないな、頑張ろう仕事を。パはい、どうもパテモス協会でございます。本日はシンプルにネギと大葉の卵焼きで、昨日ちょっと夕方昼お昼24時間ぐらい経ってないかな、つけた水菜の片付けで、ご飯 1.5 合ぐらいのに昆布ふりかけがかかってます。昆布のふりかけがかかってるのと、あとこちらはもうお吸い物です。松茸のお吸い物です。カメラは結局まだ復活してなさそうです。というわけでいただきます。あ、腹減った。もう30分後には仕事や。うん、まあ、あっぱ、2期目にします。本日2016年8月26日12時半の日記名刺です。ピナコです。うるさいよ。いや暑いね、台風来てんねんな。台風、30日上陸。あ、今日27日ずっちや。26日やね。いまいちに日付感覚ないから。水菜、あ、でも美味しいや。つけてんのね、めんつゆと白だしと鷹の爪だけにつけてます。美味しいじゃない。これ今出来たてやし、超熱いやろな。いや、だから働いててちょっと30分だけ時間空いて、12時前に慌ててね、ちょっとね塗装してたんで、手がねめっちゃ汚れてる。ちょっと色塗り、アニマルパテモトの準備をね。新たな、新たなね、試みをしようと。ちなみに本日アップロードされている動画ってまだ8月上旬の動画やからね、今の時点でだいぶねアニマルパテモトも進んでますから。ある程度リアルタイムに落ち着いてもらいたいんやけど、なんか今自分の中でブームがアニマルパテモトなんで、かなりね動画を撮りためてますね。やっぱ動物っていうのは面白いね。難しいし手間かかるけど、ものづくりみたいに作って完成じゃないから、完成しきったある程度その仕上がった状態からが育てるからね。だから炊飯器変わってね、何が変わってて、レンチン飯がね美味しい。普通に炊いた飯はもちろん美味しいけど、今はね丼とかねチャーハンとか上から乗せてね、ごまかさないとね、安っぽさがあったんやけど、もう今やこれだけで食ったらうまい。ふりかけだけでうまいもん。偉大だわ。それにしても暑いよ、ほんと。8月終わってないからしゃあないけどさ。
なんか毎年去年より暑い気がするわ。うん、多分気持ちの前と思うね。過ぎてしまったら忘れるみたいな。喉元過ぎればみたいですね。うん、いよいよキッズたちも夏休みだ。夏休み終わるね。ざまあざまあ宿題しとけよ、ちゃんと宿題しとけよ、ちゃんと。お前ら見てるやついいか知らんけど、ここまで5分近く経過したここまで見て、5分以上経過したここまで見てるやついいか分からんけど、動画投稿していきなりマイナス評価とかあったんや。絶対まで途中全然見てないやろみたいな。やっぱさ、全体のさ 30% ぐらいがせめて、そもそもね、半分ぐらい見てね評価してもらわないと、動画っていうのは、そういうせいにしてもらいたいね。評価、あとマイナス評価とアンチコメントは1回10円書きたい人は1回10円ね。もう俺、なんでなら俺が別に喜ばないから、なんぼでも喜ぶことは書いてもらったけどね、1回10円で、どうしても俺にもう一言もう言いたいですから、いやそもそもそうしたらいいんだよ、別に 0.1 円なんかもしれんけど、1人1再生円、別に商品販売してるわけじゃないから、あなたたち買ってみてんだから、そもそも買ってみてんだから、サムネイツダリオが何してきようが、見たあなたが悪いだけで、見た動画どうだったっていうことで評価される必要はないよ。こっちが出した商品をあなたお買い上げになって、それに対して文句言われなかったと、だから10円で買えよ、あの動画を。とりあえず10円、10円やろ、とりあえず10回見ろ、10回、100回か、100回見てからこけ100回見てないやつはね、あかん、マイナス評価かけへんのね、そいつくれたら、アホなこと言うてますけど、まだこれマイナス評価増えんけどねで、アンチコメントがね、発展増えへんかな、すぐブロックしちゃってから、大して見てないくせにマイナス評価つけるやつはね、どうかと思うよね、しっかり見ろ、ほんまの釣り金入りのアンチはね、俺が全チャンネル来てるからね、優秀ですよ、ああいうやつら、ああいうやつらで、どこまで俺のことを愛しているのかと、ダブル剣なんて、ダブル剣なんて全部来てるぞあいつ、ダブル剣、まあここのチャンネルではもう書けへんけど、まああいつに関してはまだ復活させてもいいかなと思ってはいる節もあるんやけど、アニマルパテモソに書いてる分には今のところダブルケンは、放置してますね、放置というかそんな書いてないけど、そこまで 俺にばっかり構ってられへんわ、他のアイドルとかの動画も見なあかんし、アニメとかも見なあかんやろ、これ、ドラゴンボール好きそうやったからね、ブルマで何回オナニーしたんでしょうね、ダブルケンは、ランチさんとかね、何どれが仕込めんなのよね、あいつの、あ、おいしい、まあ、というわけで2016年8月の26日、12時半から12時45分過ぎまでの三木飯でした。ごちそうさまでした。
ピナコちゃんでした。